一舌二口外扁桃三口外水、四口外。三と四の間が何口外である。口外扁桃は、一般的に、扁桃と呼ばれ、喉の左右後部にあり、普通鮮やかなピンクがかった塊に見える。炎症や感染症により腫れた場合にのみ、白色に変化する。扁桃炎は、扁桃の炎症であり、よく喉の痛みと高熱を引き起こす。 慢性的ケースでは、扁桃癌が指摘されることがある。口害舌弓と口外咽頭弓の間にある、抗害胸部に位置する。呼吸器や胃腸管の開口部に位置し、粘膜部位から侵入する、外因性物質から保護する組織をモルトというが、抗害扁桃はその一つである。結果として、抗害扁桃は、抗害咽頭における、感染症への免疫組織の一つとなっている。 陰頭返答、口外返答、絶返答、時間返答からなる、ワルダイエル返答輪の一部である。陰頭側から見ると、口外返答は、重層扁平上皮に覆われている。口外返答を支配するのは、小口外神経を経由した三叉神経の上額部分と、絶陰神経の返答枝である。絶陰神経は、口外変陶を通過し、 絶好面3分の1の一般感覚と味覚を司る。口外変頭眼では、この神経が最も傷つきやすく、絶好面3分の1の一般感覚や味覚を失うことがある。口外変頭は、以下の5つの動脈で栄養される。ヘドンクマイナス024、エンブリオイメージズアットユニバーシティオブノースキャロライナ。ありがとうございます。